もカレーの味が。うまい。こんばんは。こんばんは。はい、長谷川コーチ、今日は何を、ご披露していただけるんでしょうか。はい、今日はボレーですね。はい、ボレーの、 あの高さによってのラケットの使い方ということで、まあ、こう肩口があると思うんですけど、肩口より上のボールはラケットをちょっと縦に使いましょう。逆に肩口ちょっと下のボールはラケットをこう横に使う。少し肩より上のボールもしくは下のボールによってラケットの使い方をちょっと変えるというのがポイントになると思います。はい、ありがとうございます。今回のポイントとしてはラケットの、まあ、高さによって、向きが違うということで、はい、それをちょっとね、意識しながらね、はい、見ていただければなと思います。では実践の方に、移りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、では実際に実践の方で、ね、やっていきます。はい、今高いところですね。はい、長谷川コーチの、はい、頭に高いところで打ってますね。ラケットは先端が上を向いているような状態になります。縦ですね、縦の動きを意識してやってます。はい、ボールが今度低くなりますね。はい、低い状態になると先ほどよりラケットの先端が、はい、横を向くような形になりますね。ラケットを横に使うような形になります。低くてもやはり横に使うような感じになりますので、はい、肩越しから下になるような形に関しては横向きを作ると。はい、実際後ろの方で、はい、やります。高くなったらラケットの先端上げる。そうすると叩きつけたりすることもできますし、押し出すこともできます。はい、今度は低くなってくると、はい、まだ高いところですね。はい、今度低くなってきます。そうするとラケットの先端がちょっと横を向くような形になりますので、はい、もうラケットの使い方が若干変わってきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実際にやっていただいてもらって、こうやっぱりラケットを縦の使い方、横の使い方っていうのを、まあ、実践の方で、ね、見ていただけたら方は分かったと思うんですけど、こう使い方結構顕著に出てたと思うんですけど、はい、こう実際にやっていただいて、はい、こう気をつけるところってありますか。やっぱりこう高いと思ったらすぐ手をこう高いボールに関しては上げると、結構こうお気をよくレッスンでも進まれるんですけど、こうしちゃう方多いですね。上げてしっかりラケットヘッド上げて手を上に準備するっていうのはハイボレーに関しては大事かなと思います。低いボールに関しては少しもう寝かせてあげるとうまくこうスライスタッチになるんで、まあ、さっきもちょっと低めきましたけど、低いボールもしっかりネットを起こして安定して、しかもボールも滑るようになってくると思います。はい、ありがとうございます。皆さんもね、実際にハイボレー来た時のラケットを立てる、ね、で、ちょっとミドルボレーの方になってきて、低いところになってきたら、横面の方に動かしていくという形を意識していただけると、OK だと思います。今実践の方ではフォアの方、やってましたけど、バックの方でも、同じ状況になりますので、そこを意識して、はい、レッスンの方でもね、やっていただければと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。